治療の屋敷。ダメね。暗くて全く見えない。村田さんに懐中電灯を変えてこなきゃ。ついでに言うと、私の将来も見えてこない。あ、さっきの硬かったところやな。そう言っている間に前川君はえらいことになっておりますよ。前が見えないというか、もう全体見えない死の世界に行っちゃったよ。メタ的な感じで行ってみようかな。仕事中。仕事中じゃないんだよね。仕事中か、もう死の世界に向かっている途中なんだよね。メタ的なことを言ってると、村田さん。村田さーん！かっこ全力の色気のある声で。あれ？どこにいるんだろう？え、村田さんにも何か起きた感じ。村田さん、村田さん、ハゲ散らかした村田さん。どこにいるのかな？あ、いやいやいや、え、あ、村田さんそっちから出てきた。入れ違いになったな。あ、村田さん。ワンチャンこれ村田さんじゃない市場っぽいやつが出てきてもおかしくないような展開だったけど、大丈夫だった。あれ？宮崎さん、2階の加入は終わったの？早かったねー。それが、押し入れの中を確認したいのですが、暗くて見えなかったので、村田さんに懐中電灯を借りようと思って、ちょうど1階の確認が終わって、消灯確認をしていたところだよ。私も行くよ。2人より3人でやった方が早く終わるからね。でも、村田さん、腰の調子が。おお、そんなに心配しなくてもいいよ。いつものことだからさ。私も何回メス入れたことだろうか。2階の押し入れだったね。行こうか。押し入れの中で何かイチャイチャできるかもしれませんからな。腰、ああ！村田さんどこ行くん？村田さん、今ちょっと変なとこ行ったな、お前。見たぞ、俺は。俺は見たぞ。村田さんがちょっと、違う方向に行ったところ。これで中の確認ができます。雨降ってるな。そうだ、村田さん、そこの壁の亀裂が入ってる、そこの壁に亀裂が入ってるんですよ。確かにひびが入ってるね。確認しとくよ。私は教えの中を調べますね。お願いするよ。じゃあ入れよ。どれだね。結構深い亀裂だな。1階の雨戸の立て付けも悪かったし、建物自体が老朽化してきてるのかもしれない。どちらにせよ補修業者に依頼しなければ。そういえば前川君の方はどうかな。あ、前川君のことを知ってしまうのかな。はい、わかりました。前川さんなら北側の部屋にいるかと思います。わかった。ありがとう。前川くんが災難な目に遭っているということは、今の二人は知らない。前川くん、メガネをかけた前川くん。いない。サボりやがったな。ベランダにいるのかな？ベランダでタバコ吸ってるのか？元気だぞ。あ、カラソル。雨が強くなってきたな。カラス、なぜ泣くの？カラスの勝手でしょ。カラスと。カラスも雨宿りか。踏んだ気はしないでくれよ。めっちゃ見てる。カラスがめっちゃ見てる。村田さんの頭を見てピカーンと光ってるなっていう目線で見てるな。扉？おかしいな。こんなところに扉なんか。やっぱり、ないな。まさか、前の入居者が増築したのか？いやー、そんなことは。見たところ、素人が増築した感じではないし。前川君はこの中か。あー！なんだ？宮崎さん、誰だピアノを弾き始めたのは。宮崎さんのピンチを要素に誰がピアノを弾き始めたんだ。馬、ピアノ、馬、ピアニストがいる。この家にピアニストがいるぞ。今のは宮崎さんが何かあったのか。痴漢か、痴漢に襲われたのか。くそー、わしが一番最初に宮崎さんに襲いかかりたかったのに。間違えた、こっちない。どうした宮崎さん、大丈夫か宮崎さん。村田さん、お尻の天野にお尻の天井にこれが何がまた。これは犬の写真とお札、天井に貼ってあったので何があるのかと。あ、そうだ、警察に電話しなきゃ。携帯は車で車に行かなきゃ。宮崎さん、落ち着きなさい。一体何があったと言うんだね。あそこに天井裏に何があったんだよ。何があったんだよ、言えよ。あそこに何があったん。何があったん。自分の目で確かめろ的なやつ。じらすね宮崎さん、じらしプレイが上手だね。天井裏に何があると言うんだ。これは骨、人骨。まさかこれ前川くんのか前川くんの人骨。もうこんな骨になってしまったのか的本物なのか。手前にあるのはおそらく写真に写っていた犬の骨か。これは大変だ宮崎さん、すぐに警察を。私は前川君を呼びに行ってくる。どうした、腰が引けて動けないのか。仕方ないな、手を貸してやるよ。ふう、その間にお尻を触っても言わないでね。宮崎さん、はい。前川君。どうした、何の音今。何の音だ。壁の向こう側から聞こえた気がする。この向こうか、こっちの部屋で。ここの辺は何もない。窓閉じとったっけ。行こう。扉が。前川君かな。いない。蛍光灯が切れかかっているのか。なんだこの匂いは。青酸カリ。暗っ、ガチで暗いぞこれ。清掃は据えていないようだな。しかし妙だな。間取り図に載っていないとは増築は考えづらいし表記ミスか。それにこの匂いは何なんだ。お札があるし。もうこのお札見飽きたよ。またお札か。さっきの骨と何か関係合うのか。あれはバールか。バール、前川君が戻ったバール。前川君の前川君、遺品を残していったバールという。バールが欲しい。お風呂ももらっとくけど。なんか出てきた。なんなのなかったからごとく出てくるなお前はこの点々点々無言がすごい怪しい。もう中身は前川くんじゃないのかもしれない。前川くんは外だけ前川くん、中は前川くんじゃないというハイブリッド。前川くん探したよ。実は大変なことが起きてしまって。いや村田さん、前川君にはもっと大変なことが起きてるんだよ。今、宮崎さんが警察に通報しているとこ。やめて。突然、メガネのレンズの透過度を下がるのをやめて。どうした前川くん。男に発情するようになったのか？大丈夫か？うわぁお札をぶわっとげお札を元へお札を元へ何を言っているんだ前川くん。げぎゅわーいやー戦闘に入った前川くん。あれ前川くんってこんな見た目だったんえらい見た目変わってませんが。あと前川くん、腰のあたりの骨が弱くなってるとか、すごい、なんか、カックンカックンしてると。殴っとこ。前川くんにはお仕置きだよ。いてーいてー前、つよ。前川くん強いわ。前川くんにはお仕置きだよ。お仕置き。死んじゃった。内臓をえぐり出され、狩猟の餌と化した。嫌です。これ作戦 B でいきます。懐中電灯へ殴っても殴り合いになったら村田さんが不利ってことが、年のせいで村田さんが不利ってことが分かったので、これは身を守っていったらいつかイベントが始まると俺は見ます。身を守って。よし。耐えた耐えた。だいぶ防御力が上がっている。何か襲いかかってくる前川君のことになんか落ち着きなさいっていうイベントが始まると思う。これはそういう系のイベントだと思う。イベントはめっちゃ襲いかかられてる。めっちゃ襲いかかられてる。身を守って、身を守って、襲いかかる、襲いかかる。襲いかかってばっかやないか、あいつ。あと、そろそろなんか村田さん行動起こさなかったらイベント起こせ、オフイベント。何も起こらない。何も起こらない。何も起こらない。イベントとかそういう感じじゃないわあ、イベントとかじゃなかった。いやー。あ、よく見たらあれじゃない。バールここで拾うんは行くとさ、ここで装備するんじゃない前川君のことバールで殴る作戦じゃん、これ。多分そういうことじゃ。そんな気がしてきた。これを装備することによって戦闘でバールが使えるようになるんじゃないの。だって普通に殴り合っても勝ち目ないんだもん。バイオエ村田さんみたいな年取った人が戦うには武器がないと。武器がないと。前川のことってことを頭をもう遠慮なくバールでぶち込むわけですよ。もうそのメガネがもうかっち割ってやるからな、そのメガネをな。いくらとか知らんぞ、お前。このメガネ3万なんぼとか知らんぞ、お前。3万ぐらいで買えるんか、メガネって。きたバークルバールあるバールあるわ、お前。痛いぞ、前川くん。お仕置きだぞ、前川くん。そういうことだったんじゃ。きたー !2 発素晴らしい。どうしたと言うんだやりすぎ。正直やりすぎじゃないですかね、村田さんも村田さんで。そりゃバールで殴ったらこうなるかもしれんけど。生きてたらメガネ弁償してあげるからね。前川君、少し落ち着こうじゃないか。殴ったの悪かったって。何をああチェーンソーだったんそれあかんクロックタワーとなら変わらんお前それクロックタワーとか13日と金曜日とかなら変わらんそれおクロサエル逃げるやつ俺が逃げるやつ異常としか言いようがない光景を見てしまった早く警察に急がなきゃしかし、扉は開いていないパターンのような気がする。嘘！どうして開かないのよ鍵は開いてるはずなのに、どうなってるのドアノブが壊れたのかしら落ち着かないと、ダメね。他に、外に出れるところは何お湯が沸いた。お風呂？給油機の音なの？誰だ沸かしたの？何今の移動何何や今の横移動、カニ歩きした今。キッチンからね。もう、なんなのよ。ブレーカーを開けた時に電源が入ってるのかしら。でも、それなら、村田さんが気づくわよね。え、いきなりどうしたん？なんでいきなり横歩きし始めたこれ。オフェンス、オフェンス、ディフェンス、ディフェンス。これね、お風呂なんか入らないわよ。まあ、かっこいい男の人だったら一緒に入りたいけど。どうした？電気が切れた。ブレーカー落ちたんこれ。やだ、一体何なの？停電とは違うわね。ブレーカーの故障かしら。やめて、その歩き方。その歩き方やめて。あー、これは作者さんに報告しようかな。面白いけど、面白いけど、もうすぐもしかしたら気づいてバージョン 2. 何ぼとかにしとうかもしれんけど、あ、そういや、作者、今更言うんだけどね、このゲームね、パート1から 2.5、バージョン 2.5 のやつやってますからね。もう俺がやる頃にはもうバージョン 2.5 までアップデートされた状態ですからね。あれ俺何しようと思ったんだったっけ。目的忘れたじゃないか、しゃべりよったら。あ、ブレーカーじゃ、ブレーカーじゃ、そうじゃ、そうじゃ。ブレーカーを求めて。ブレーカーってこっちだったな、確か。向き変わっただけだ。向き変わっただけで横歩き変わってないね。こっちこっち。あれあれどうしたん？おい、おい。ちょっと。こっち入れたでしょ。あ、あれあ、元戻った。なんかバグ、あ、俺シフトキー押しとったけんダメなんだよ。あれ、俺ダッシュのつもりでシフト押しっぱなしで移動しとったけど、シフトキー押したけんこういう横、向きをそのままに移動できるんだよ、これ。アホなんじゃ。あ、俺が悪かったんじゃ。そうか、そうか。シフトキー押しちゃダメなんだよ。ダッシュのつもりで、なんか、ダッシュの癖で。フリーゲームって結構、シフトでダッシュするイメージがあるけどさ、ちょっと押す癖がついとったわ。なに？黒の匂い。え、どれどれ？ここか。ちょっと待って。お？浴槽に、どうなってるの？トマトスープや。誰か浴槽でトマトスープ作ったわ。浴槽いっぱいにお札たっぷりとかだったらわかるけどさ、浴槽ででかいプリン作るみたいなことはわかるけど、トマトスープは斬新や。誰だこの YouTuber は。これをやった YouTuber は、お前。ピチャピチャ言いまくってる。なんなのよ、これ。一口食べてみましょうか。おいしい！笑ってられるか。それよりブレーカーだ、ブレーカー。ブレーカーはちゃんと上がってる。ブレーカーのせいじゃない。なにえ？待てよ。これピチョンピチョン言おうけど、上から血が垂れてきてるんじゃないだろうな。いや、真上で何か起きてる。真上で何か、鏡の積み込む。え？あら？私、こんなに綺麗だったかしら。罪ねみたいな感じのことを思ってるだろう、お前、宮川さん。え？なんでドアップになったん？なんでドアップになったん？あーラマーンこんな都合よく割れるか